株式会社テレビ神奈川は神奈川県を放送対象地域としてテレビジョン放送をする特定地上機関放送事業者である。略称は t b k コールサインはジョカム d t v 1972年4月1日に関東地方における3番目の東京議局の系列に属さない神奈川県域のテレビ局として開局。 2004年5月10日の横浜メディアビジネスセンター内にできた現社屋への移転まではテレビ神奈川の略称から取った TBK テレビという愛称を主に使用していた。2004年5月10日から使用されているロゴマークはイメージカラーの空とハイビジョンの画面比 16QTBK の文字を模してデザイン化したものである。以後記事では山下町時代は tbk あるいは tbk テレビ現社屋移転後は tbk と表記する企業団体は当時の名称出展1978年3月31日から1992年3月31日2003年3月31日山下町にあった旧社屋1972年3月5日午前11時からテストパターンを放送開始し 鶴見親局から初めて電波が発射された。その後3月31日まで本社演奏所設備と鶴見親局の試験、中継局の試験を兼ねたサービス放送を開始。サービス放送初日の主な放送番組は12時から忍者ハットリくん忍者怪獣ジップの第1話、12時30分からドキュメンタリー日本の美日光東照宮、13時から映画、 辺境の追跡、14時15分から19時まで、テストパターン、19時から、カッパの三平妖怪大作戦の第1話、19時30分から、ドキュメンタリー安を開くロボットただいま開発中、20時から、映画、よぎりよ、今夜もありがとうを放送し、21時30分に、終了した。以降、上記の番組に加えて三月十五日と十六日には、神奈川県が、 テスト回答速報、3月31日には、太陽 VS 南海オープン戦中継を放送した。1972年4月1日午前9時から、テストパターンを放送、同日午前9時30分開局、本放送開始。午前9時30分から午前10時55分まで、開局記念、放送第1号番組、羽畑、TBK を、本社演奏所。 第一スタジオから生放送、明日方数を、河野健三、尾崎和夫、高木東六、桐島陽子、柳原良平。他に、ミス TBK や横浜市電の運転士、横浜港に寄港する外国船の船長も出演した。開局当日のキャッチコピーは、本日、放送スタート。TBK をキャッチしよう。パパ早く、ママが出ている TBK である。 開局当日に整備された親局は鶴見局 42CA1、中継局は小田原局 46CA1、平塚局 31CA1、栗浜局 47CA1。1972年5月1日に開局した中継局は南足柄局 45CA1。テレビ神奈川における最長寿番組は JA グループ神奈川提供の緑への歩みだった。 開局翌日の1972年4月2日、スタートである。もともとは、神奈川県を筆頭に、横浜市、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、中日新聞、ラジオ、関東などが、主要株主で、TBK 時代が報道というものを半ば放棄していた時期もあり、神奈川新聞の影は薄かった。神奈川県が、 経営権を握っていた頃は、平日9時35分11時、金曜夕方に、神奈川県教育委員会政策の教育放送が組まれていた。津田文吾元県知事が、同局の社長、会長を務めたことがある。経営は80年内前半まで実に苦しかったと言われ、経営不振で80年初頭にリストラなどにより、壊滅状態になっていた政策体制だが、 90年代初頭の自社、制作率は約70%までになり、東の TBK、西の KBS 京都であった。無論、キー局を除けば、断突の数字である。1972年5月3日、第20回横浜港祭り国際仮想行列、マーチーン横浜から TBK 独占カラー制、中継放送を開始。開局当初は、 テレビ局経験のある社員が少なかったため、新人社員は日本テレビやテレビ朝日からの出向者より指導を受けたという。関東圏の独立放送局では、初となるマスター設備の更新と3追計送信書の送信機更新を1983年から1984年にかけて行い、音声多重放送への対応をいち早く実現した。 ステレオ放送番組第1号はスポップスであり、第2号番組は神奈川の継承50選である。これらの番組は音声多重試験番組も兼ねて放送されていた。1985年からはステレオ放送番組が増え、テレビ番組初の試みである環境ビデオの放送番組サラダボールプレイビル日照祝いや、ブレインパッケージがスタートした。 同番組は海外の風光明媚な空撮ビデオ映像に当時最新のアーティストの音楽を流したり完全オリジナルによるインストゥルメンタル曲を流す28分間の番組だった。これらの映像は後に東京 MX で放送されている文字ニュース、ヘッドライン文字ニュースのバック映像に転用されたこともあった。またサラダボールは1986年年頭の 朝日新聞のテレビを考える連載のトップバッターとして全国に紹介された。1987年、横浜が舞台だったテレビドラマ、危ない刑事の第22話同様において、スタジオ調整室のシーンで撮影協力をしている。内田康夫の小説、横浜殺人事件のヒロインである、横浜テレビの藤本紅子のモデルは、坂本紅子である。 映画ーで知られ、おしゃべりトマト、TV グラフィック42番街などの映画コーナー、浜大国の司会等を経て、2011年まで放送されていた1230アット、浜ランチョのプロデューサーを担当していた。ファンキートマト、おしゃべりトマト、ミュージックトマトなどの、いわゆるトマトモノでは、MC のことを DJ ならぬ VJ と称していた。これは、 プロモーションビデオを大量に流す構成を踏まえ、DJ をテレビらしい呼び名に置き換えた結果である。この名残で、現在でも、TBK の放送中の番組での最長寿番組で、ある、ビルボードトップ40での中村あまりは、VJ と呼ばれている。TBK は1980年代から1990年代初頭に、かけ、後継機と横浜総合など、大スポンサーの存在が、 後ろ盾となっていた。特に、横浜そごうと TBK の関係は緊密で、キャプテンロコスタジオ、港未来21スタジオという二つのサテライトスタジオを設け、カフェシティ横浜や、かねてからあった夕方のミューコム制作の生番組に、威力を発揮した。しかし、バブル崩壊後に、そごうが経営不振に陥ると、それらの番組は打ち切りとなり、ついには、 スタジオ閉鎖、横浜総合の TBK 持ち株売却と TBK と総合との関係は急速に悪化していった。さらに、神奈川県の財政危機により売上が30億円近くも減少した。この煽りを受け自社制作率は急速に減り、2002年には売上で東京 MX に2003年には自社制作率でもテレビ埼玉に抜かれる。 非常事態となった。この非常事態を見て、県が県域メディアを経営する時代は終わったという岡崎幼知事の意向により、2001年に株式売却が行われ、筆頭株主が神奈川県から神奈川新聞社に移ることとなった。当初は新聞社とテレビ局の違いもあって、両社の連携はしっくりいかなかったが、その後、第三者割当て増押し、 新社屋建設、移転、横浜開放区のシックス導入、独立放送局初の地上デジタル放送開始、独立放送局には、珍しいインデックス社との提携による、携帯公式サイトをオープンなど、積極的な戦略に出ることになる。これにより、2005年度は3期連続増収、新社屋移転後初の黒字決算を達成、売上では、東京 MX を再び抜いた、 また大幅に減少した自社制作率も40%台に回復した。2004年4月、横浜市中区大田町に横浜メディアビジネスセンターが完成。5月10日、開局以来32年使われてきた中区山下町の社屋から移転した。社屋移転を契機として、局の愛称が長年使われた TBK テレビから TBK に変更され、 また、コーポレートスローガンとして、横浜開放区が導入された。なお、旧社屋跡地には、記念碑が混流されている。TBK は、開局時から、音楽に強い曲という評価がある。これは、後に、音楽番組を強化したテレビ東京に先駆け、シングルジャンルの番組なら、小さなつぼねでも、営業面で有利と読んでいたこと、プロモーションビデオを放送するための経費が、 当時安かったこと、それに横浜らしいかっこよさの繁栄などが挙げられる。黎明期は CM や番組がなかなか埋まらず、プロモーションフィルムが格好の時間つぶしとなり、昼間から夕方の時間帯を中心に歌謡曲なども含む方楽や洋楽などのプロモーションフィルムが大量に放映された。その後、プロモーションフィルムをメインに放送する番組も放送された。 それが TBK を音楽曲へ傾倒させる要因となった。この流れから生まれた番組としては、まず1970年代に制作、放送されたヤングインパルス、そしてその流れを組んで1980年代に制作、放送されたファイティング 80S が挙げられる。これらの番組については、キー曲には出演しないようなアーティストが多数出演し、公開収録によって、 演奏を行った。一例としては、基本的にテレビ出演をしない、浜田翔吾、松東谷由美、またミュージシャンの山下達郎が、音楽グループシュガーベイブの一員として、ヤングインパルスにゲスト出演したこともある。特に山下についてはその後も一切テレビ出演をしていないため、テレビカメラに残された。 山下の映像としても貴重な媒体となっている。ファイティング 80S の番組開始当初は司会を宇崎龍道が担当した。他に佐野元春、子供バンドの宇治木つしやザモッツ等もレギュラー出演した。ちなみに公開収録であったこの番組は番組スポンサーでもあった日本工学院専門学校の3号館ホールで毎回収録を行っていた。 公開収録時のエピソードとしては、サザンオールスターズが番組収録の日にザベスト10にランクインしており、収録場所である日本工学院専門学校のホールから生中継を行ったことがある。さらに、80年代から90年代初頭にかけて放送された洋楽電話リクエスト番組ファンキートマトは、上田薫赤月や南吉高、シャーリーと三岡の VJ で知られ、 中村マリラも出演。時折、ゲストとして、プロモーションで来日した海外の映画や、音楽関連のアーティスト等の出演もあり、音楽系のゲストの場合は、演奏や、歌を歌うこともあった。他にもプロモーションでの方角系のゲスト出演者もあり、デビュー当時のコメコメクラブ等も出演。レギュラー出演者としては、元東京ジャップのドラマーで、FM の DJ として人気が出た。 赤坂康彦も番組末期には登場した。姉妹番組でもある、法学情報番組、ミュージックトマトジャパンは、シャーリーの弟のマイケルとミオカの出世番組となった。全国区になりうるタレント、アーティストの青買いを行い、いち早く世に送り出す役割を果たし、音楽業界や芸能プロダクションから高い評価を得た。洋楽では、MTV のテイストを取り入れ200分間、 途中に入る CM を除きノンストップで洋楽の新着ビデオクリップや視聴者からのリクエストによるビデオクリップをただひたすら放送するという独立放送局ならではの番組として存在していたのがソニーミュージック TV であった番組はソニーの一社提供で東坂の独立放送局を中心に途中からはテレビ東京系であるテレビ愛知でもネットされるなどした ミュージック TV 終了後、この番組のテイストを受け継ぐ番組は TBK ローカルで火曜夕方にシャッフル55として移り、ミュージック TV が放送されていた時間帯には引き続きソニー提供で演出や選曲コンセプトを明確にしたソニーミュージックディスク、ソニーミュージックアクセスと続いた。その後はソニーが東京 MX に出資した影響もあり、 ソニー枠の音楽番組は制作されていない。こうした編成方針もあり、他の独立放送局や NHK、テレビ東京では一定数放送されている演歌、歌謡曲関連の番組は TBK ではほとんどと言っていいほど存在しない。例として、元ちゃんの歌は魂だ。和語一書3チャンネル参加曲で TBK のみ放送実績がない。また、 鎌倉市を活動拠点とするに、ヨカニセドンやアンジェリカの演歌番組も地元 TBK ではなく、千葉テレビテレビ埼玉で放送していた。TBK 以外のご一緒3チャンネル各局には、自社制作の視聴者参加型カラオケコンテスト番組が存在する。各局のカラオケコンテスト番組は、 すでに終了している番組も含め一様に1980年代から続く長寿番組となっているが、2021年現在、TBK 制作では存在しない。キー局の系列には属さない独自編成のテレビ局である。しかし、1989年の昭和天皇崩御の再崩御当日及び翌日に限り、テレビ神奈川を含む関東地区の独立放送局は、 オブザーバー加盟している NNS の放送を同時ネットした。なおその後も日本テレビとの関係は続いており、2008年度北京オリンピックの一部中継においては、TBK、千葉テレビ、テレビ埼玉の3社は日本テレビ制作の番組をネット受けした。1980年代の後半から90年代前半には、前編英語放送の30分間の国内ニュース、が、 平日の23時台に放映された。この番組は JCTV との共同制作で JCTV では19時からの38分間の番組であった。横浜総合とのタイアップが行われていた1980年代中期から1990年代中期にかけては横浜総合が入居する新都市センタービル内にキャプテンロコスタジオ 港未来21スタジオという2つのサテライトスタジオを持ち、ここから正午の帯枠、カフェシティ、横浜や夕方の音楽情報番組、ミュージックトマトが生放送されていたほか、現在ベイブリッジ横にある情報カメラも最初は横浜祖母屋上に設置されていた。現在は再放送番組や購入番組が幅を利かせる夜8時台だが、 1980年代後半から1990年代中期にかけては生放送の情報番組が編成されていた。ライター中継終了後に応援されていた横浜米サイドスタジオ金曜夜に放送の TV グラフィック42番街の2番組がそれである。1980年頃から1990年まで毎週金曜22時からサイヤオヤダイラと 細川隆一郎、飯島清らによる政治討論番組直言苦言が放送されていた。2002年には TBK 開局30周年記念番組としてライブ帝国を放送し、過去の TBK での音楽番組からのライブ映像の放送もあり、同時期にライブ帝国のビデオソフトも発売された。2010年から2013年にかけて、 戦国時代にスポットを当てた戦国鍋 TV なんとなく歴史が学べる映像や戦国男子 TV 曲中ハトと,といった戦国バラエティ三部作と称する共用バラエティ番組を TBK が幹事となりテレビ埼玉、千葉テレビ放送、三テレビジョンの四曲共同で制作同曲の深夜番組では大ヒットとなり 日本各地の地方局にも番組販売を行うなどのシリーズに発展した。2020年、新型コロナウイルス感染拡大防止と政府の緊急事態宣言により休校になった県内の小中学校児童生徒を対象としたテレビホームルーム神奈川の子供たちへとテレビでレッツスタディを神奈川県内の小中学校や養護学校、 教育委員会の協力を仰ぎながら4月から5月29日まで土日を除きサブチャンネルを中心に断続編成を行った。同年10月からは独立局では初となる民放公式配信サービスの TVer に参加し自社制作番組水溜りボンドの行くってよの配信を開始した。2021年4月からは館内デビルも配信を開始している。テレビ神奈川 2010年3月25日付公式発表上記の通り音楽番組に力を入れており2017年3月まで20年間続いてたサクサクが人気。前身のサクサクモーニングコール時代にはユースケ・ゆうすけサンタマリアやパフィーが司会をしていたことでも知られる。最終回まではパペット人形であるポンモップとナナエの二人をメインパーソナリティとしている。 このような番組スタイルは、マスダジゴロと赤木の時期に番組スタッフ一同との掛け合いトーク中心という独自スタイルを確立。この形が受け、各地でネット放送も開始、番組グッズも各地で販売された。メジャーな歌手、声優もゲストとして登場し、TBK の看板番組に成長した。現在は同様のフォーマットを踏襲した番組として、 館内デビルが放送されている。また、1983年10月4日にスタートした、長寿番組、ビルボードトップ40も、未だ健在である。2012年6月26日付で同一司会者、及び同一形態による、最も長寿な音楽番組として、ギネス世界記録に認定された。TBK の、 遺伝子を引き継ぐ音楽番組としては、2004年5月の原社屋移転と同時に開始した音楽の DNA、音楽解放区を経て、2017年4月より、吉田山田のドレミファイルとして放送中。スポーツ中継にも特に力を入れており、プロ野球、横浜 DNA ベイスターズの主催試合、関東大学ラグビーや社会人ラグビー、日本ハンドボールリーグ、 さらにはプロレスを積極的に放送している。かつてはプロサッカー、横浜 F マリノス主催試合、鹿島アントラーズ主催試合も放送されたも多く、放送されていた。1980年代後半にはバレーボール日本リーグ大英オレンジアタッカーズの昼の試合中継をサンテレビから番組購入し、当日夜に放送していた。過去には東京六大学野球、 東都大学野球や神奈川大学野球の中継をしていたこともある。珍しいところでは山百合杯を打球期争奪神奈川県家庭婦人バレーボール大会中継もある。横浜 DNA ベイスターズ戦の中継は、太陽時代は横浜ベイサイドナイター、1993年に横浜ベイスターズとなってからはベイスターズナイターとして、 横浜スタジアムや平塚球場での試合を中継している。当初は18時のニュースの後18時15分からの中継開始であったが、1時18時45分から19時からとなり、現在はメインチャンネルでは18時15分から21時30分の放送となっている。また以前は横浜のビジターゲームも有局ネットで中継していたが、近年は サンテレビや朝日放送テレビで阪神ブスでな線を中継している場合にネットする程度でそれ以外はほぼなくなった。全国高等学校野球選手権神奈川大会は横浜スタジアムにおける開会式、同閉会式と保土ヶ野球場における全試合を基本的に試合開始から終了まで中継する。横浜 F マリノス中継は前進である。 旧日本サッカーリーグ日産自動車サッカー部時代から続いているが現在では中央競馬の中継やプロ野球の中継に押され2009年から2016年までは中継を行っていなかった再開した2017年以降は1年に1試合程度の放送となっている日産時代は日曜昼間のゲームを当日夜に日産サッカーダイジェストと銘打った番組で ダイジェストでオンエア。時には当時の監督だったカモアマネ自らが解説者として番組に出演し当日の試合をこと細かく解説することもあった。2009年にスカバーの J リーグ中継で川崎フロンターレホームゲーム中継の制作に携わった。プロレスは日本テレビの全日本プロレス中継をネットしていた時期もあり番組終了後は プロレスリング、ノア中継に移行2005年7月から半年間、第日大対戦を、地上派発放送。その他、旗上げ間もなかったジャパン女子プロレスを放送していた、こともある。現在は、千葉テレビの、全日本プロレスマザーをネットしているほか、WWE のダイジェスト番組、This Week in WWE を日本で最初に、放送開始。この縁で近年、 WWE の選手が、両国国技館大会等のプロモーションで来日した際は、昼番組、ありがとう、に出演することが恒例になっている。現在まで続く平日昼の帯ワイドは、TV グラフィックおしゃべりトマトが短所である。この番組には、現役大学生も MC 人の一人として参加することもあり、 現在、フジテレビアナウンサーの福原直秀でも一時金曜などの曜日担当 MC をしていた時期がある。おしゃとま、終了後は、縦長浜大国、浜大国と続き、社屋移転後は、とっておき、自由食感浜ランチョ、1230アット。浜ランチョ、ありがとう。猫の額ほどワイドと、タイトルや内容は変わりつつも、この枠自体は現在まで維持されているが、 2016年3月で、ありがとう。の終了と同時に、おしゃとまから続いていた、金曜の放送が廃止になり、猫の額ほどアイドでは、月曜から木曜のみの放送になった。なお、2016年4月から金曜が廃止になる、代わりに、生アイド番組枠としては、同年4月9日から土曜20時枠へ移動し、サタミン8として、 再出発することになったが、2017年3月25日で終了し、同年4月から実質的な後継番組として、収録番組の猫ひたプラスに移行したため、生ワイド番組枠は猫のひたほどワイドのみとなった。他には、長年土曜22時から日本広報センター協力の政府広報番組枠を制作していた。過去には、明日への選択、 コンパス U、アクセスナウやクイズを織り混ぜた、クイズハッピーチャンス、クイズバトンタッチなどがこの枠で流れた。この枠は、すべての独立放送局にネットされているほか、CS 放送の朝日ニュースターでも放送されていた。緊急放送対応時や、稀に、AC ジャパンの CM が、スポンサー枠の CM と一緒に放映されていることも、ある。 山下町本社時代に稼働していた中継者テレビ、神奈川所有者1972年の開局以来、字幕は長らく写真・食事による紙テロップ創出であったが、1990年代初頭にはソニー製のデジタルテロッパーといえる SMC-3000C がまず導入された。しかし当時の電子テロッパーには写真・食事機ほどの汎用度がなかった上、 SMC-3000C は文字よりは画像デザインの汎用度が高かったことからあくまで番組で使われるテロップの補助的役割として使用されてきた。1995年にラムダシステムズ製のデジタルテロッパーが導入されテロップ電子化の先駆けとなったが当初は生放送情報番組中心の運用となった。その後スタジオサブのスイッチャーが リニアキー対応となり、投下ベースや投下文字など、綺麗なテロップが出せるように進化した。2002年には、テロッパー自体から足したような特殊効果を出せる、後継機へ更新され、新社屋起店後や、ほぼ社屋内すべてのスタジオが、HD 対応化した後も SD ベースのまま推移した、後、2011年4月の改変を契機として、テロッパー内部の制御ソフトの改修を行い、 SD からのアップコンバートによる疑似的なものの16、9サイズ全面にテロップや CG を作成、画面配置できるように改良が加えられている。地上、ワンセグともにデータ放送に力を入れており、地上データ放送では大日本印刷と共同開発した QR コードでの携帯端末への地図取り込み機能も備えている。ワンセグ放送では音楽番組、 高校野球等で番組連動型データ放送も行っている。データ放送開始は地デジ開始より4ヶ月、ワンセグでは千葉テレビやテレビ埼玉より2ヶ月遅れとなったが、その分内容の充実を図った。2007年9月1日からは川崎市と共同で緊急防災情報の提供を開始した。避難情報が流れた際は緊急度に応じ画面がポップアップ。 ワンセグでも同様の情報提供。また、2007年4月には本格的なネットショップ、TBK ショップをオープン、サクサクのオリジナルグッズやライブ帝国の DVD などは、もちろんのこと、地産地消をキーワードに、神奈川に目指した名産品を代々的に扱い、地元に貢献している。独立放送局で唯一、 双方向対応番組連動データ放送を実施している。2010年7月5日から総務省の方針により、2011年7月の地上デジタル放送完全移行推進のため、すべての地上アナログ放送は原則として全番組をレターボックスをつけた状態で放送することになったが、2010年9月4日までは TBK は4、3制作番組のすべて、 ハイビジョン制作番組の一部において引き続き4、3000画面表示を継続していた。2010年9月5日からは、総務省の方針により、2011年7月の地上デジタル放送完全移行推進のため、アナログ放送終了告知テロップを常時スクロールする形に変更し、右上にはアナログロゴのルミナススーパーを常時表示していた。 2015年7月11日より03に CH を活用したマルチ編成を高校野球中継の延長時に実施することを TB 系公式ウェブサイトで公表している。サブチャンネルでは以下のような放送が行われている。2011年7月24日正午をもって通常放送を終了。コールサインはジョカム TV 終了当日は11時から 第93回全国高等学校野球選手権大会、神奈川県大会の中継を放送していたが、中継会場のアナウンサーがアナログ放送が終了するお知らせと、12日以降は t v k のデジタル放送を視聴するように促して、アナログでの放送を終了した。23時59分からは、通常のクロージングを放送したが、音声周波数と出力を読み上げたところで、 ブラックアウトし、ブルーバックによるコールサインとアナログ放送完全終了の画面を表示。そのまま停波し、デジタルに完全移行した。地上デジタル放送開始当初は機器の減価消却の関係で HD 率は高くなかった。周辺の独立放送局と比べて大幅に遅れをとっていたが、2007年4月に小型 HD 中継車及び、 ワイヤレスイングリッシュカメラを導入5月にデジタル風風ーーの運用開始その後2007年7月30日よりにサブが HD 化されたことで飛躍的に HD 率が向上した買い取り番組や過去番組の再放送再編集版を除けば SD 制作番組は少なくなっている2008年の HD 率は約33%としているが ニュース素材などは一切 HD 化されていなかった。その後2010年4月から一斉にニュース素材の HD 化が行われ、本社や各支局の取材映像は HD へと移行した。これにより、パッケージの HD 化がすでに完了していたテレダマや東京 MX に遅れをとっていた HD 化率も若干の向上が見られる。2008年度末からは順次。 スポーツ中継の HD 化が進行しているものの、横浜ベイスターズナイターの HD 化は、会場の設備の都合などから、当初予定の2009年度開始が見送られ、ようやく2010年度から HD 化された。向上的に HD による、スポーツ番組制作を、自前で行うために、不可欠なのは、自社所有大型中継車の HD 化である。2014年現在は、 大型中継車を保有していない。大体として、ハイエースを用いた簡易的な HD 中継車を保有している。TBK も、AE 放送機材の HD 化を進められる一部の、テロップや CG など視聴者の目に触れる部分では未だ、SD ベースの機材が幅を利かせている部分もある。テレビ神奈川名古屋市局が設置された当初に入居していた目、テレアネックス。 静岡朝日テレビ本社、社屋テレビ朝日系列の名古屋テレビ放送、静岡朝日テレビと、社業全般にわたり、交流を図り協力をする、相互協力に関する友好協力関係協定を結んだ。これは、親会社の神奈川新聞社が、朝日新聞社の関連企業であり、またテレビ朝日自体、TBK の大株主に名を連ねていることによるもの。 2004年5月10日の新社屋移転時、メテレのオースパッパヤへ向けを辻マイアナが新社屋を生で紹介をした。TBK の応接室にはメテレのキャラ、ウルフィのぬいぐるみが飾られている。2009年メテレが制作した映画ハイキックガールやイベントガンダム生還30年祭の CMPR を首都圏 トライアングル枠を含めて、精力的に流した。また、新社屋移転に伴う営業体制再構築時に、設けられた TBK 名古屋市局は、当初メテレの旧本社社屋に入居していたが、二0 1年四月に、老朽化で解体されたため、別の地点に移転した。また、テレビ、東京系列に次ぐネットワークを作るべく二0 0 7年に、結成された東名阪ネット六の旗振り役を、 努めている以前は自社採用のいわゆるプロパーアナウンサーも在籍していたが2019年3月に退社した三崎幸恵を最後にそれ以降は全て他放送局での職務経験者を有機契約社員として採用している入社順令和退社あるいは移動後に TBK スポットニュースの担当経験がある元アナウンサー 移動大社員は現在フリーアナウンサーもしくは他社に移籍して活動中。男性女性歴代のヒルワイドのアシスタント、みんなが出る、テレビ女子大生特派員は、アナウンサーの登竜門だった。太字は現在所属の放送局。TV グラフィックを喋りトマトハマ大国みんなが出る、テレビ現在過去これら通常のスタジオおよびスタジオに、準じる設備で制作。 放送されていた番組がある一方で、ラブ c h r 横浜ミュージックエクスプローラーなど第一会議室で収録している番組もあった。山下長級社屋の建設は1971年2月から開始され、約11ヶ月後の1972年1月に、竣工完成。主な建設会社は、清水建設で、 社屋のアルミサッシや防音ガラスなどは、飯島ガラス工業。社屋鉄筋構造体の建造は、カジカワ産業、市川圧設、亀井組などの共同。防音シャッターは、3話シャッター設備。本社や屋上照明は、昭和ネオン工業所。エレベータ設備は東芝。放送機器電子機器設備。放送送信制御設備。スタジオマスター設備は NEC、東芝。 トメコ社の共同などで、社屋は全25社の協力で完成した。本社や演奏所竣工記念式典には、当時の横浜市長、神奈川県知事、神奈川新聞社社主などが出席し、火入れ式と呼んだマスター設備と第一スタジオ、第一スタジオ副調整室などへの電源投入式典も行われた。旧社屋市長エリアは、神奈川県内と東京都の大部分、 埼玉県や千葉県及び静岡県の一部2006年7月からケーブルテレビを通じて山梨県中西部及び静岡県東部などの一部地域も加わる2004年12月1日12時1分に地上デジタル放送を開始した開始時の放送エリア10ワットは横浜市、川崎市の大部分及び横須賀市、東京都の一部となっていた 2005年12月1日には、平塚送信所が開局し、鶴見送信所の出力もフルパワーとなったため、神奈川県東部の全域と千葉県の一部と湘南地区の大部分でも視聴できるようになった。なお、2007年3月には、小田原デジタル中継局が本放送を開始した。また、データ放送は2005年4月より自治体情報を中心に開始。 ワンセグも2006年6月1日に開始している。3つ受送信書、リモコンキー ID は3。東京 MX を除く関東全独立局も3が使われる。2011年7月24日の低波時点送信書中継局太字ののぼ根はパススルー再放送をしている。1995年2月11日からは全国の CATV 向けに 通信衛星スーパーバード B 号機 CS 放送、経由で CH 横浜として地上波の番組が同時放送されていたが、2000年9月30日の d i r e c t v のサービス終了と同時に、これらはすべて終了している。これは Sky Perfect TV、でなく d i r e c t v を選択した経営判断の失敗であり、後の TBK の経営にお引くことになる。 ちなみに CH 横浜の前身は TBK スーパーステーションという名称であり CHY の名称が決定するまでの試験放送中は TBK スーパーステーション試験放送中のテロップが全番組に常時スーパーインポーズされていた CH 横浜の元々の構想は米国内で発達した通信衛星を利用した CATV 局向け番組配信 スペースケーブルネットの日本版を実現したかったという側面があった。CHY は後に東京 MX が Direct TV で始めた東京情報 MX テレビの先駆けであり、独立放送局が日本版スペースケーブルネットを実現した試みだった。CH 横浜の CATV 向け本配信開始後ネットした CATV 局は 日本全国に12局存在した。それらの CATV 局では、TBK の放送開始から放送終了までの全番組と CM を視聴することができた。ただし、一部の番組は著作権の関係上、衛星のアップリンクセンター側で、お天気カメラの映像などに差し替えていた。CH 横浜の CATV 向け配信は、 tbk32 系親局の電波を大手町または青山で受信し、再送信用設備にアナログ波で送り、再送信マスター設備から衛星にアップリンクする方法が取られていた。このため、エア受信用アンテナが台風などの強風時や、不良時にはゴーストが乗った状態や、ビートノイズが乗った状態で全国の CATV 局に配信されたこともあった。ありがとうございます。